確かに剣道は剣の理法の修練による人間形成の道であるは、中学生高校生でも暗記でき、商談審査の学科試験に出題されればほとんどが正解できるほど知れ渡っています。しかしながら理念と同時に制定された剣道修練の心構えについては、普及は今一歩十分出ないのが現状でしょう。剣道修練の心構え、剣道を正しく真剣に学び、心身を錬磨して旺盛なる気力を養い、剣道の特性を通じて礼節を尊び、真偽を重んじ精を尽くして常に自己の修養に努め、もって国家社会を愛して広く人類の平和繁栄に寄与せんとするものである。